どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。どうもうんこデッキ製造実況チャンネルへようこそ。本日はですね、またうんこみたいな、デッキをね、作ってきたんでご紹介していきたいと思います。団結の力という、カードを皆さんはご存知でしょうか。まあ、ご存知でしょうかっていうか、もう知っとるわボケみたいな人がめっちゃ多いカードなんじゃないかなと思うんですけども、このカード、まあ、絶対みんなこれ使ってたでしょ。昔これ絶対入ってたよね、デッキに。懐かしくないですかこのカード。装備モンスターの攻守が、自分のフィールドの表側表示モンスターの数かける800ポイントアップすると、だからものすごい打点アップが期待できるんですよ。まあ3体モンスターがいれば2400アップですからね、これ。このカード強すぎか強すぎか。これだって3枚もし装備した場合8000くらい上がるんですよ、打点。やばすぎでしょこのカード。で今日は団結の力を使ってなんか悪いことできないかなと思って考えた時にいたんすよ、結構いいモンスターが。結局打点上げてダイレクトアタックしたらリンクスって勝ちなんですよね。4000しかないからライフが。だから4000ダイレクトアタックできるようにすればいいんですよ。結構簡単で、サイバーダークエッジダイレクトできて2400の打点になっていると、そもそもね。そこに団結の力を装備して1体でもモンスターがいればダイレクトアタックできるじゃないですか。1600、プラスされるんで4000になるじゃないですか。でいや、まあもちろんね、巨大決戦とかでもいいと思うんですよ、これ、スキル。なんですけどね、やっぱりね、今日はね、もうちょっとかっこいい動きしたいなと思って、レンリン装備して、サイバーダーケッチね、サイバーダーケッチレンリン装備して、4000ぐらいの打点にして、2回ダイレクトするっていう、ほんとマジうんこみたいな、デッキを作ってきましたんで、こちらをね、皆さんにお見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。犠牲者の方申し訳ございません。いやー、またうんこみたいなデッキ作っちゃったー。またうんこみたいなデッキ作っちゃったー私うんこデッキ製造マシーンとね、巷では言われております。シムイのヘビースターター、ヘビースター BF もね、ものすごい初手安定率らしいですよ。シムーン 85% とかっていう話ですからね。ただなんか環境的になんか結構流行ってんのはあれらしいですわ。原生 BF 強いのはね、コスミックサイクロンとか積んで、で相手の墓地を全部ワイトに変える BF っていう、あんまりね、イシズリンクスを脱却していないっていうね、デュエルリンクスさんデュエルリンクスさん、なんかイシズリンクスを墓所封印で脱却したかと思ったら、墓所封印規制で出したかと思ったら全然脱却しないっていう、もはやなんなら墓所封印より強いって言われてます今。ワイトの方が毎ターン使えるから。で鬼丸なんかその動きかおしゃれじゃねそれ。鬼丸効果、ほうほうほう、なるほど。で1にする、なるほど、はあはあはあ。なんかうまくね、なんかすごい、あこれすごい、雷切り、なるほど、すげえ、すごい、なんだこのデッキ天才かもしれない。鬼丸の使い方天才。なるほど。はあはあはあ、なるほど。これ、光んないから陣掛けしに行っていいんじゃないかと思うんだよね、これ。これ、なんだろう、これ。ネオスと、レンリン落として、で、ネオス行くんですよ、これ。これ、ネオス行くんですよ。で、光らない。光らない。で、サイバーだけ召喚はどうですか。召喚はどうですか、光らない。団結の力装備あれいいんすか、いいんすかありがとうございます、ありがとうございます。デュエルリンクスって神ゲー。さあお相手はヨハン選手30か、なるほど、多分水晶か、水晶ってワンキルないからリンリンでいいや、これでいいや。多分ネオスフュージョンでなんだっけ、フォックス落として勝ちいった方がいいと思うんでね、多分水晶多分ワンキルねえと思うんだよな、さすがに。まあ妨害は多分あるけどね、相手ターンに。ただ
龍魔道が通常召喚できるんで、あのアメンボの効果効かないし、多分それでなんとかなると思う。多分だけど結構打点上がるでしょ。待って、1800に1600足すから、で1600と違うわ、1600じゃねえ、800、800、1600、3200、1600、1600か、1600あるから1600足す、1800で、34か、34、34なんのか、結構いけんじゃねえかな。殴ってもらっていいよ。 OK、 りょ、に伏せちょっと怖いけどな。団結2枚来た、団結2枚来た、なるほど、団結2枚か。あの伏せなんだろ、クリストインパクトなんかじゃないの、インパクトかなんかと思うんだよねこれ。ちょっととりあえず一旦これやってみるわ。うん、まあ多分インパクトだと思うんだけど、インパクトとか小伝いがあるともう砂時計わかんないんで、もうやるしかないですねこっちは。で、あ違う、蘇生だ、リューマドの守護者で、でブレイブネオス、ブレイブネオス蘇生で、ネオスブージョン発動、これ魂のフォックス、魂のフォックスエレメンタルヒーローネオスとフォックスを墓地に送り、エレメンタルヒーローブレイブネオスを融合召喚、そしてクリムゾンフォックスの効果、相手のフィールドのモンスター1体の打点をゼロにしていく、そして団結の力をリューマドの守護者に2枚装備していく。アメトリックス出してみろよ、アメトリックス出してみろよ。あいつは特殊召喚したモンスターを守備表示するらしいな。まあリューマドの守護者は通常召喚しただけなんだけどな。さあ大丈夫か、そのゼロ打点のモンスターを処理することができるのか。いっけー、リューマドパーンチ。いいだろう、いいだろう。さあゴシンクロ、アメンボなんか知らん、そんなモンスター知らん、そんなモンスター知らん。目をつなんか横になっとけ。オッケー、さあどうする、ゼロ打点が立ってるぞ、大丈夫か。コズミックサイクロンだと、コズミックサイクロン足りるわ。強すぎー。さあお相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。ユーリスタンバイ。闇遊戯はちょっとわかんねえな、サイバーダーカロンの効果、サイバーダーケッチを持ってきて、あネオスフュージョン発動、これ手札決まってんだよな、高校だったらガチで強かった。こうですね、でネオス出して、レーリンセットでいいんじゃないかな、これでよっぽどしないやろ多分。やっぱ3100って結構強いよね、ブレイブネオスが3100って結構これ強いと思うんだよな。お前誰や、ジムフィード上の表表示モンスターがレベル2以下のモンスターのみの場合ダイレクトアタックができると。はっ、